はい、ベルファイアハイブリッドで、市街地に出てきました。第一印象としては、すごく違和感がない走りだなということですね。例えばステアリングフィールもそうですし、ブレーキ、回生強調ブレーキでね、ブレーキをかけてるときには、バッテリーの充電を行ったりしてるわけですが、ここの制御がね、すごくこう滑らか、スムーズで、こう違和感のあるブレーキフィーリングとかにはね、全くなってないですね。その意味で、第一印象としてはもうごく普通にハイブリッドだなんだってことをね、意識しないで乗れるなと、そういう感じがしますね。この車、プリウスなどに比べると相当大きくて重いわけですよね。で、その分、エンジンなどパワーも出てるとはいえ、これだけのね、滑らかな、制御がこの重たい大きい車でできてるっていうのはね、すごいなと、それはやっぱりこう素直に感心するしかないなと、そういう感じがしますね。動力性能に関しても、もう十分という域をね、超えて、十分以上に、余裕があるなという感じです。はい、それではそろそろ高速道路の方に入っていきたいと思います。今のね、こう合流していくところの加速なんかもアクセルほとんど実は踏んでないんですよね。気持ちとしては5ミリぐらい踏み込んだかなと、そういうイメージですね。もうそのぐらいでこうモーターの、ね、太いトルクが出てくるので、合流って何かとね、不安だったりとかうまくいかないんじゃないかなと、思う瞬間っていうのはね、僕なんかでもまだたまにあるぐらいなんですけどね。でもね、そういう不安を、これだけね、力があると打ち消してくれるというか、どなたでもというんですかね、楽に、運転ができるんじゃないかなと思います。感じるのは乗り心地が割と落ち着いてるなということです。特に下半身というんですかね、下の方がすごくどっしり落ち着いてるなという感じがします。なので割とこの車もしかしたら、こういう、街中だけじゃなくてね、高速移動なんかも、むしろね、いい面が出てくるのかなという気がしますね。乗り味がフラットなので、後席にいてもね、そんなにこう不快感はないんじゃないかなという想像もできますね。基本的にはなるべくエンジンにね、仕事をさせないような、設定になっている車なので、とてもね、エンジン音が静かというか、エンジンの音がほとんど入ってこない。アクセルを、踏んで加速しようとするともちろんこう聞こえてくるんですけども、普段はね、なんか気持ちとしてはほとんどアイドリングプラスアルファぐらいなんじゃないかなっていうぐらい、このエンジンの存在感がね、いい意味でないんですよね。この辺の乗り味をね、一度味わうと、この上質な感じっていうんですかね、味わってしまうと、その燃費だけじゃない、やっぱちょっとハイブリッドいいなと思うところがね、出てくるんじゃないかなと、離れられないところがね、一度乗るとこういうところにもあるんじゃないかなという気がしますね。はい、2列目シートに、座ってみました。で、今高速道路走ってるんですが、やっぱりそうですね、運転席で感じたのと同じように、感じた通りにですね、姿勢がね、こう常にフラットで、こうミニバンがね、重心の高いミニバンらしく、こう前後左右にこう揺れてる感じっていうのがあんまりしないんで、基本的にはずっと快適に過ごすことができます。ね、快適なのは何よりこう空間に余裕があるのも大きいですよね。もう見ての通り、足はもう本当に余裕でもうブラブラできちゃうぐらいです。今ね、一番後ろまでは下げてない状態なので、この状態でも3列目にも多分人は普通に座れるぐらいに余裕を持たせてるんですけども、もう、膝の前にはもう本当にこう30センチぐらい余裕がある、もっとかな、余裕があるように見えますし、もうこの辺、首の周りですとか頭の周りですとかね、頭上とか、全てにね、こう空間に余裕があるので非常に快適です。窓の外の景色もね、こうちょうどいいですよね。開放感がありすぎると今度は逆に外から見られてるような感じがしたりとかね、いろいろ難しいと思うんですけど、バランスはすごくこっちからも開放感を感じるし、だからといって見られすぎてる感じもしないし、いい頃合いなのかなと思います。魅力は、たくさんあると思うんですが、中でもやっぱりね、室内の快適性の高さですね、これはやっぱり大きいところかなと思います。今回の車はね、特に2列目なんか本当に立派なシートがついてたりもするんですけども、そうじゃなくても、乗員全員が本当に3列目の真ん中に座る人でさえも、
ね、狭苦しさとか感じないでしっかりくつろいで、過ごせる、まあ、ミニバンとしてね、まあ、求められる機能としてやっぱそこに勝るところはないのかなと思いますし、それをねすごい高い次元で満たしている、まあ、そこにね一つ大きな魅力があるんだなということを再確認しました。そしてそこにハイブリッドという、まあ、付加価値というか価値が乗ることでですね、その魅力がさらに増していますよね。まあ、例えばドライバーとして考えた時には運転しやすさ、ありますし、まあ、後席の快適性なんかもね、この、まあ、車重みたいなところがかえっていい方に働いている、そういうところもあると思うんですね。その意味で、まあ、このハイブリッド化によってこう、まあ、さらに引き立てられる、まあ、そういう車に仕上がってるんじゃないかなと思います。まあ、このベルファイアって特にね顔がいかついんですけども、でね、まあ、ちょっとこうオラオラというね迫力のある車なんですけども、実はね乗る人にとってはすごく優しい車だなと、そういう印象を受けました。まあ、願っていた人にとってはねまさに待望の1台が出てきたという感じなんじゃないかなと思います。